これは10月30日の出来事の西岡選手の走塁妨害です。これ野球をやってる人にしてみればこれは簡単なことです。わかります。ただここのこう見た通りの走塁の白線を見た通りに本人はまっすぐ歩いております。走塁妨害というのは走塁妨害なりのことをやらなきゃいけませんが、これは普通から見て走塁妨害ではありません。体が斜めに入ったとかうんじゃなく、走塁妨害っていうのは完全たるバックホームから体が左に入る場合、ラインの左に入った場合は完全に走塁妨害です。これはラインより若干右に入ったという形で走塁妨害となりました。残念な試合です。この新聞またテレビ記事を見た時に僕はショックを受けました。野球とはこんないい加減なものです。ソフトバンクが抗議をした瞬間そのままアウトになりましたが、西岡が悪いという、これは走塁とは正直考えられません。がっかりな試合で、がっかりな優勝でした。残念です。